皆さん、こんにちは。日本語の先生、のりこです。今日は特にトピックを決めていなくて、だらだらと話します。先日もお知らせしたように、豆腐具さんにポッドキャストを紹介してもらって、さらにリスナーさんの数が増えています。本当に嬉しいし、ありがとう。いろいろなメッセージもよくもらいます。豆腐具さんだけではなく、皆さんが、のりこさんのポッドキャストが面白い といったコメントをしてくれると本当に嬉しいです。それが一番の宣伝になると思います。口コミのパワーですね。口コミというのは皆さんのポジティブなレビューが口で話すことでいろいろな人に広まっていくことです。ぜひ私のポッドキャストがもっともっと多くの人に聞かれるように皆さんで口コミ、宣伝をしてくださいね。 私のポッドキャストでは、時々ゲストに出演してもらっていますね。これからも、いつもじゃないけど、時々、そうですね、月に1回ぐらいゲストの方に出演してもらって、その方の話を聞いていきたいと思っています。そのために、いろいろな方にメールをしたり、コンタクトを取ったりして、ゲストに出てくださいの依頼をしています。 聞く日本語のあずささんからゲストとして出ていただけるという OK のお返事をもらった時には本当に嬉しかったんです。でももちろん皆さんの生活は忙しい。だから忙しくてできませんというお返事もいただくことがあります。それでも私は次のゲストを探していろいろな人にコンタクトを取っていきます。そうそう。日本語を勉強しているそこのあなた。 もしゲスト出演したいという人がいれば、ぜひメールでご連絡ください。日本人ではないゲストも大歓迎です。インタビューは面白いエピソードになるけれど、ズームで録音するためが、音声が悪い。特に私ではなくて、ゲストの方の音声が良くないというフィードバックももらっています。うーん、すみません。 プロのような音声でお届けしたい気持ちはありますが、今の状況では無理ですのでご了承ください。できる範囲でできることをやっていきますので、その辺暖かく見守っていただけると嬉しいです。なお、こうやって一人で話しているときは、結構性能の良いマイクを使っています。さてさて、今食べたいものは何ですか 今、私は午後のレッスンが終わって、夕方の5時前。昼ご飯は12時に食べたので、もうお腹が空いてきました。何か食べたい。そして、めちゃくちゃ食べたいものがある。それは、キムチです。キムチと白いご飯。キムチを食べたい理由があるんです。 先週末、私たちは約1ヶ月ぶりにアジアンスーパーへ買い物に行きました。一番の目的は、キムチと納豆を買うことでした。ベルファストには一つだけしか大きいアジアンスーパーがありません。いつも行くことはなく、1ヶ月に1回だけ行った時にまとめ買いをします。私はキムチと納豆が大好きなので、 行けばたくさん買うんですね。でも先週末スーパーに行った時に残念なことにキムチが売り切れだったんです。ええー、せっかく来たのになんでとても残念でした。でも他のものはありました。納豆、うどん、韓国のインスタントラーメンなどを他に買いたかったものは買うことができました。 キムチがあるとき、私はよくキムチチャーハンを作ります。とても美味しいです。そしてキムチ鍋も美味しい。これから寒くなる季節だから辛い食べ物は体が温まっていいんですよね。だから、実はもう3週間ぐらいキムチを食べていない。今一番食べたいものはキムチです。最後に一つ お詫びです。最近、インスタグラムのアカウントへ、トピックについてのリクエストをもらったんですね。野球について話してくださいって言われたんです。ああ、これは難しいというか、話せないんです。だって、野球について全然知らないんです。できるだけいただいたリクエストについてはお答えしようと思うんですが、自分があんまり好きじゃない。 またはよくわからないことについて話すのは本当に難しいんです。すみません。私が住んでいるイギリスはフットボール、つまりサッカーが人気です。そしてラグビーやクリケットも人気だね。ただ、残念ながら、私はスポーツが好きじゃない。だからサッカーもほとんど見ません。スポーツというトピックは私が本当にわからないトピックなんですね。でもね、 野球ってどうしてヨーロッパではまた私が住んでいるイギリスでは全然人気がないというか知られていないんでしょうか逆にどうして日本ではあんなに野球が人気なんでしょうか野球をしている子供も多いしプロ野球もありますよねちょっとインターネットで調べてみたんですけれどもベースボールが日本に伝来した 伝わったのは明治時代だそうです。将軍の時代、江戸時代が終わって、次に始まったのが明治時代。私が読んだ記事によると、1870年の初め頃、当時の東京大学で先生だったアメリカ人のウィルソンさんが、東京大学の生徒さんたちにベースボールを教えた。そこから日本で野球が始まったということです。 はい。まあ、野球の話はここまでです。リクエストは答えられる範囲で答えますね。それでは、引き続き私の YouTube チャンネル、インスタグラムもよろしくお願いします。また、サイトにはトランスクリプトもあります。さらには、コーヒー c o m でドネーションもしていただけます。のりこに美味しいコーヒーをおごってください。 また、いただいたドネーションは、サイトの管理費や、今後のカメラやマイクなどの必要機材に利用させていただきます。はい。よろしくお願いします。じゃあ、またねバイバーイ